じゃああんた頼んだよ。冗談じゃないよ。娘さん、本当に働きに出すのかね。かわいそうに。かわいそうにね。いつまで遊んでいられる年でもなし、どうせ出すなら寒くならないうちと思ってね。一人で行ってくれるといいんだけど、初めての旅ではあるし、遠いところへ行くんだし、当分会れまいと思って、汽車まで送って行くことにしましたよ。それで東京の奉公先はお屋敷かね。かわいそうに、かわいそうにね。
自動車の中で食べるといいよ。そんなことをしてもろうてはいいんだよ。二つの峠を越えていくんだもの。自動車の中で終わりね。ありがとうございます。ありがとう。今日はありがとうさんの車ですね。はあ、お前さんの車に乗せてもらえばこの子は幸せですよ。気をつけていくといいよ。病気をせんようにな。ありがとうございます。皆さんお待ちどうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。景気が良かったらすぐ知らしてね。どこ行ったって同じだよ。どうせいいとこなんかあるもんか。で、出かけるか。いやいや、おっかさん一番前に行きなさいよ。前の方が揺れないんだよ。道が遠いからね。そうかね。すみませんね。なっかいしやった。私この前の定期で立つんだったのよ。でも次がありがとうさんの車だっていうから一つ遅らしちゃったの。さよなら。あばよ。さよなら。おじさん、あの車へ乗るんじゃないの。あ、そうか。おい、待ってくれ。おい、待ってくれ。見つかりゃしなかったかしら。見つかっちゃ恥ずかしいわ。ありがとう。娘さんはいくつかの？17ですよ。17かね。そうかね。17、8といや、昔は嫁入り盛りだった。花をかんでも笑いたい年頃だに、当節娘さんの笑う顔を見たことがないよ。
後年だ後年だと掛け声ばかり。みかんの相場が1円台ではあれに1枚買ってやれんでね。それでもお前さんは娘さんを持って幸せだよ。男の子を持ってごらんなさい。働こうにも仕事なんかありゃしませんし、漁に出たって弱一匹取れんことがままあるでな。お前さんは娘さんを持ちなさって幸せですよな。たちも失業して帰ってきたんですよ、きっと。この頃は毎日失業者が村へ帰ってきますからね。それでも帰る家のある人は幸せだよ。私なんかほぼ歩いてるうちに帰る家が分かんなくなっちゃう。ありがとうぐらい言ってきゃいいに、畜生。おじいさん、ここで降りるんじゃなかったかね。もしもし、おじいさん、おじいさん。ああ、そうか。歳は取りたくないもんだね。じゃあ、おっかさん、気をつけてね。娘さんも、東京は狐や狸ばっかりだよ。騙されんようにな。ありがとうございます。はい、じゃあ皆さんさようなら。どっかし、ごめんなさい。自動車の中にもタヌキがいるよ。ヒゲを生やしたタヌキが。
下田行きはまだなかなかかね。おや、伊豆屋の坊やじゃないかね。どうしましたよ。おお、これはこれは七軒町のおっかさんかね。子供ってもな、性のないもんでね、遊びに夢中になって自動車に跳ね飛ばされたんですよ。飛んだことでしたわね。ありがとうさんのような運転士ばかりだといいが、この頃はむやみやたらにぶっ飛ばすでね。本当にね。それでお母さん、今日はどこへね。あの、娘が東京へ行くのでね。東京へ何しにね。いろいろ事情がね。さあ、出かけますよ。じゃあ、ごめんなさい。さようなら。これから誰が聞いても東京の親類へ行くと言ってね。誰に聞かれても恥ずかしいから。君はさっきから僕の顔をじろじろ見ているが、僕の顔に何かついてるとでも言うのか。失礼な。ついてるわよ、ひげが。何、ひげが。あんたこそさっきからあの娘さんを横目でちょいちょい見てたんじゃないの。娘さんの顔に何かついてんの。ついてるじゃないか、目も鼻も。目鼻がなくちゃ卵だよ。越えましたよ。
今のですよ。さあ、皆さん来ましたよ。どっかしちゃった。やれやれ。じゃあ、またいずれどっかで。タバコ一本ご馳走してくれない？はい。ありがとう。姉さん、ここが空いてるよ。自動車は前の方が楽だよ。ありがとうございます。もうここで結構でございます。今お帰りですか？ずいぶん長いご見物でしたね。もっと早く帰るつもりでしたが、これがあれも見たい、これも見たいと一日延ばしに遅れました。それはそれは。ついでにこれの嫁入りの支度を整えたりなんかしたもんで、やっぱり場所は場所だけのことはありますわ。それはそれはようございましたわね。で、今日はどちらへ？ちょっとこれが東京の親戚へ参ります。まあ、東京へ。私、水の絵たき見てきたわよ。すごいわよ。それから発声映画トーキーもはっきり物言うわよ。あんたもぜひ見ていらっしゃいよ。じゃあお大事に。さようなら。ターキーターキーって言うけど何のことだい？女が男の真似をすることさ。だから男は女のように喋るのをトーキーって言うんだろうよ。さあ出かけますよ。おい待ってくれ。はい、入り忘れないでね。あ、分かっているよ。チクショー、また抜きやがった。
いやあ、ありがとうさん。しばらく。まことにすまんがね。後から来るうちの子供たちにことづけをしてくれませんかね。ああ、カオルさんたちにだね。ええ。今夜は湯河の泊まりのつもりだったんだが、川津温泉に団体の客がだいぶ入ったそうだから、すぐ川津に来るように。女の足で峠を越えるんじゃ、だいぶ時間がかかるでしょうね。あなたの乗り合いで一度峠を越させたいよ。おい、運転手、いちいち片付けなどしていて汽車に遅れるなよ。これ。じゃあお願いします。はい。何してんだ。お前さんも楽じゃないね。一度も乗ってくれたことのない人の音付けまでするんじゃ。これも街道都政の仁義ですよ。私も芸の一つもできりゃ旅芸人ぐらいには慣れたんだがね。先生、また誰か悪いんですか？作蔵の女房がまたこれでね。またですか。うん、この不景気に増えるものは赤ん坊ばっかりですね。どこの村へ行っても赤ん坊は増えましたね。そうですよ。そうして年頃になると男の子はルンペン、女の子は女の子で、また一束いくらで売られていくんですよ。これからは赤ん坊が生まれてもうっかりおめでとうも言われませんね。そうですね。まったくね。お悔やみが言いたいぐらいですよ。本当だよ。先生、とうとう生まれちまいましたよ。そうか、男か女か。さあ、そいつは気がつかなかったが、とにかく双子でしたよ。何？双子？ええ。今年は豊年だよ。柿も、みかんも、赤ん坊も。今期の種板買ってきてくれんかね。
今度は何がいいね。やっぱり流行か。町で流行ってるの、なるだけ早くね。今夜は向こう泊まりだから明日になるよ。ことづけだの、買い物だの、いい加減にしろよ。日が暮れるから。じゃあ頼んだわよ。ああ男っぷりがいいと来てるから、街道の娘っ子が騒ぐのも無理がないね。一枚のレコードで村の娘さんたちがみんな楽しめるんですよ。こんな山の中じゃ他に楽しみがないからね。それに流行歌の一つぐらい知ってなきゃ、どこ行っても肩身が狭かろうね。ありがとう。あの人は気の毒に、好きな娘が売られていってから気が変になって、毎日この街道を行ったり来たり探しているんですよ。私にもそんな男がいてくれるといいんだがね。お前さんなどそんな男がなさそうだね。僕なんかいいじゃない。おひげさんじゃこっちでお断りだよ。はい。さあ一寝入りして、そんな男の夢でも見ましょうかね。あれほど決心をしてくれたんじゃない。今さら泣いたってどうなるものか。ありがとうさんでもたまにはこんなことありますかね。いや、とんだ軽業をやってしまいましたよ。
ありがとうさんはもうじき自分で開業するんだってね。ああ、シボレーのセコハンが安く手に入るもんだから。じゃあ今度、私が帰るときはその車だわね。うんちゃんに話しかけると危ないよ。崖道だから。おい君、せっかく来たのに戻らんでもいいじゃないか。タバコも一本ご馳走してくれない？私があの港町へ来た時もありがとうさんの車だったわね。覚えてる？二十里の山道に退屈していたら私にタバコをくれたっけね。旅に出て親切にされるととても嬉しいもんだよ。うんちゃんに話しかけると危ないよ。片っぽは崖だから。なさい、やっぱりありがとうさんの車だったじゃないの。私が勝ったわよ。私たちありがとうさんの車当てっこしながら来たのよ。私が当たったわ。今年は回ってくるのは早かったね。ええ、どこ行ってもお断りだよって追っ払われちゃうから二晩止まりが一晩で済んじゃったの。おい、早くことづけせんか。今夜は川津へ団体が入ったからすぐ来てくれって。あらあら、そう、そう、すいませんでした。ありがとうさんは今夜向こう泊まりな。ああ、じゃあ明日ね。ああ、また五目並べ教えてやるよ。ええ、私たち強くなったわよ。そうかい。ええ、ことづけ済んだら早く出んか。じゃあ、また明日。きっとよ。さよなら。ハイキングってなかなか楽じゃありませんね。ありがとう。あれもハイキングってわけかね。そうでしょうね。ありがとう。あれもまたハイキングっていうわけでしょうかね。そういうわけでしょうね。してみるとハイキングって日蓮様が元祖かね。弘法様じゃないかね。どこへ行っても弘法様の歩いた跡があるから。ねえ旦那、ハイキングってお経の中の言葉でしょうか。うるさいね、くだらんこと。鉄道省の旅行案内所に置いて聞いてみたい。
お退屈しのぎに一ついかがです。あ、これはどうも。すみません。いかがです。いや、これはこれは。いかがです。どうもありがとうございます。いかがです。これはどうもごちそうさまです。ありがとうさんも一ついかが。ああ、どうもすみません。お疲れしのぎ。お母さん、お母さん、どうも、恐縮。はあ。私だけは、ママっ子ね、ひがませるもんじゃないわよ。残りもんでよかったら。おっかさん、ちょっと行ってみただけよ。あたしは甘党じゃないの。ねえ、一口いかが？せっかくですが、運転中は。さすがは街道一の模範ちゃんだね。いかが？せっかくですが、甘党で。いかが？やっぱりその甘党でして。いかが？いや、どうも部長方で。いかが？せっかくですが、私甘党なんで。恥をかかせるわね。嫌で幸いだよ。こんなものでも友達が出し合って選別の印にくれたんだからね。甘党だなんて塩らしいこと言って、いただいた羊羹のやり場に困ってるじゃないか。さすが姉さん、どうしよう、刺されましたよ。じゃあ一ついただきましょうかね。いかが？いや、やっぱり。あの、そちらは？じゃあついでに私も。いや、酒はいつ飲んでもいいっすな。じゃあ一ついただきましょうか。いや、なんだい、みんないける口じゃないか。紳士には失礼だから。さあ、もう一つ引っ掛けて歌っちゃどう？じゃあもう一ついただいて歌いましょうかな。いやこれはもう一つ。おはらいおはらぶしゃどこでもI'm sorry.
姉さん、一つ聞かせてくださいね。歌が歌えりゃ、遅婚機会社へ雇われてるよ。おい、運転手、車内で酒を歌は規則違反じゃないかい。そう、ひがまないで。一杯どう？じゃあせっかくのご厚意、一つ。あ、え？そうそう。車内でお酒や歌は規則違反だったわね。旦那も金山へ手を出したばっかりに娘さん二人も犠牲にしてしまったんですよ。金山や金塊引き上げは流行ったからね。バラスにもならない山にまだ未練があるらしいんですよ。夢を見ているあの旦那はともかくも娘さんがかわいそうですよ。ここで一休みしますよ。おっかさん、降りて一服しなさいよ。そうですか。ではしばらく休ませてもらおうね。
母さんは一人っきりになると寂しくなるだろうね。手紙だけは時々出して慰めてやるんだね。私の手紙、やっぱりこの乗り合いに乗せてもらえるのね。いつもありがとうさんの車だといいわね。私、ありがとうさんにも手紙出していいかしら。いいとも。俺だって返事ぐらい書けるよ。そう？じゃあきっと返事くれるわね。今度お前の方にかけた方がいいよ。ありがとうございます。おいおい、運転手、キクリクリしてるんじゃないよ。後ろの方が運転空いてるわよ。もうあそこの道路工事終わったのかね。ええ。今度は信州のトンネル工事。ありがとうさんにもお別れだわ。これからはあっちは寒いだろうね。私、ありがとうさんにお願いがあるの。なんだい？私、お父さんを置いていくの。だから、あそこを通るときは、時々、お墓へ水をまいて、お花をさしてやってね。そうそう。お父っつぁんは死んだんだっけね。私、あそこの道ができたら、一度日本の着物を着て、ありがとうさんの自動車に乗って通ってみたかったわ。でも私たち、自分でこしらえた道、一度も歩かずにまた道のない山へ行って道をこしらえるのは。駅までこれに乗ってったら送ってやるよ。さようなら。お花と水忘れないでね。ああ、大丈夫だよ。
さよなら。さよなら。峠を越えるともう遠くの国に行きたいような気がするわ。この秋になってもう8人の娘がこの峠を越えたんだよ。製紙工場へ、宝石工場へ、それから方々へ。俺は葬儀自動車の運転手になった方がよっぽどいいと思う時があるよ。してぶりたいかね。あのキングサイだって時計だってきっとついてやしないよ。夜当たりが面倒になったんですよ。あれはスキム人の勧誘員ですよ。勧誘員にはヒゲが必要ですからね。わしは勧誘員でもつけひげでもないよ。これはどうも失礼しました。これはこれはどちらまで。美濃山のお嫁さんのところにご祝言があるのでね。そうですか。それはそれは。で、お嫁さんはどちらから？自然寺温泉の南国屋の二番娘ですよ。そうですか。ありがとうさんも、もうじきお嫁さんをもらわにゃならんね。あんたも余計さんのご祝言かね。何、わしは長岡の木村さんへお通夜ですよ。何、お通夜。お通夜の人と一緒にいちゃ縁起が悪いから歩こうか。ええ。
やためにあの人たちを歩かしちゃすまんな。ありがとうさん、下ろしてください。わしも歩きますから。あれだから長生きをするんですよ。ありがとうさん、この次で下ろしておくんなさいよ。姉さん、いろいろごちそうになりましたね。いずれまたどっかで縁があったらね。お互いに渡り鳥だからまたどっかで会えるだろうよ。渡り鳥ならまた帰ってきますがね。峠を越えていった女はめったに帰っちゃきませんよ。1円であんなに頭を下がらせて気の毒だね。あら、あなた1円もチップやったの？50銭でたくさんじゃありませんか。すいません。ここにご披露申し上げまするは、東京は女大歌舞伎、東京は女大歌舞伎、ご当地ことぶき座において当座より2日間演じまする下題は、当座18番中の18番、得意中の得意、各地大好評の白波は5人男、大女より大詰めまで幕あり幕なし、超スピードをもってご高覧に供しますれば、ご近所ご近辺お誘い合わせの上、にぎにぎしくご来場のほどを幾重にも願い上げ、とて祭ります。まずは東西東西。
弁天小僧が雲隠れしてるよ。坊や、ここへかけるといいよ。あたしがいなくなってから、おっかさん、病気しないといいがね。ありがとうさん。東京にゃ狐や狸ばっかりなんだよ。しぼれのセコハン買ったともや、あの娘さんは一山いくらの女にならずに済むんだよ。峠を越えてった女はめったに帰っちゃ来ないんだよ。わかったかい？ありがとうさん。20里の街道にもこれだけのことがあるんだもの。広い世の中にはいろんなことがあるだろうね。鳥ならまた帰ってくるがね。あの人いい人だったわね。
ありがとう。ありがとう。ありがとう。